おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔見せてくれるよ。皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクールギターの講師の武田でございます。今年もチョコレート菓子を作る季節がやってまいりました。なんで僕がチョコ菓子を作るのか、それは全くわからないんですけれども、今年も作っていこうかなという感じですよ。今年はチョコクッキーみたいな感じで、小さな簡単な焼き菓子にトライしてみようかなと思います。オーブンさえあれば、チョコと小麦粉だけで作れますし、あと今回もこういうレシピプリントもご用意しておりますので、ぜひチャレンジしてみていただけると嬉しいなという感じでしょうか。すげえ簡単です。すげえ簡単です。びっくりするぐらい簡単です。で、とりあえずいつもの恒例の動画を再生してみましょうか。動画の中でいろいろ説明をさせていただこうかなと思います。とりあえず動画スタート。レッツトライ!ましょう!みたいな感じで。お、今日も張り切ってますね。ついさっきの出来事なんですけど、見てわかる通り、ついさっきの出来事なんですが、今日も張り切ってます。材料の確認です。チョコ、小麦粉で、あと、計量するボールと、混ぜるボールと、ゴムベラ、あと、電子ばかり。これがあれば、とりあえず OK って感じです。あった方がいいものとしては、溶けないココアパウダーと、カルダモンと、シナモン。で、あと、片栗粉があると、またこう仕上がりが変わってくるので、面白いかなと思います。小麦粉 100% でやってもいいんですけども、片栗粉でやってみてもいいです。で、とりあえず、このレシピプリントの方に通り進めてみますと、まず1番、湯煎で砕いたチョコを溶かします。ということで、あんな感じでフライパンにお湯を張って、ボウルを置いて、砕いたチョコをですね、バラバラバラと入れていきます。ね、砕いた方が溶けやすいので、ある程度細かくすると、そんな感じです。チョコレート菓子を作るときに、そのテンパリングっていう技術があって、そのチョコレートの温度を上げすぎないっていう、なんかそういうのがすごく大事だったりとかするんですよ。けど、今回のお菓子に関しては結構適当で大丈夫です。本当はチョコレートが60度以上になるとダメだよとかって、細かい決まりがあるんですけども、そんな繊細にやらなくても大丈夫です。さすがにフライパンのお湯が、このボコ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 と沸騰している状態だと、ちょっとそれは高すぎるかなと思うんですけれども、一回沸騰したらもう火を止めて、で、ボールを置いて、チョコレートを置いて放置みたいな。もうそのくらい雑な感じで大丈夫です。で、もちろん固まっているとちょっと溶けにくいので、こんな感じで平らにならしてあげて、とりあえず準備は完了って感じでしょうか。あとは溶けるのを待ちます。で、その間に、粉を測っていきましょう。基本のレシピだと、小麦粉、薄力粉が 80g ということです。で、もし、片栗粉をお持ちでしたら、片栗粉が余ってましたら、小麦粉40、片栗粉40みたいな感じでやると仕上がりが変わってきてすごく面白いなと思います。小麦粉 100% でもいいんですけれども、小麦粉 100% でやると結構どっしりというか、大味なというか、ザクザク系なというか、なんか結構その食べ応えバッチリな感じに仕上がります。で、片栗粉を入れるともうちょっとさっくりというか、口どけが良いというか、そんな感じの仕上がりになります。で、あとあと、その形を作るときに、生地がすごく扱いやすかったりとかするので、片栗粉を入れるのは何気におすすめです。でも、小麦粉 100% でいきたいぜという方は、それはそれで止めません。おすすめです。で、この中に、今、小麦粉と片栗粉40ずつ入れて、カルダモンとシナモンを入れてるんですけれども、もしいろんな粉を使っている方、使うようでしたら、ちょっとこうね、チョコレートに混ぜる前に少しかき混ぜてあげると、すごく良いかなという感じです。小麦粉と片栗粉って、その、粉の性質が粉とか言って、粉の性質が違うので、ある程度混ぜておかないと、後々めんどくさいことになるんですよ。なので、軽くでいいので、ちょっと混ぜておきましょう。本当は、ふるいにかけたりとかできればベストなんですけども、そこまで神経質にならなくても大丈夫です。そんな感じ。3番、チョコが溶けたら粉をガッと入れますということで、こんな感じでチョコレートが完璧に溶けたら、粉をガッと入れて混ぜていきます。で、2月の一般家庭のキッチンって、そこそこ寒いと思うんですけれども、そこのキッチンで保管していると、やっぱ小麦粉が冷えているわけなんですよ。キッチンがその灼熱地獄だったら話は別なんですけども、多分2月のキッチンって、なかなか灼熱地獄にはならないと思うので、やっぱ小麦粉は冷えていると。で、その中でこうチョコレートをね、バッと小麦粉をチョコレートの中に入れたりとかすると、チョコレートがやっぱり冷えて固まってきてしまうので、ちょっとこう湯煎にかけて様子を見ながら混ぜてあげると良いかなと思います。ちょっとこう触ってみて、ほんのりあったかいかなぐらいをキープできるといいですね。あんまり温度が低すぎると、ボロボロ崩れて、なんか塊になってきて混ぜにくいので、ある程度の温度をキープしながら混ぜてあげるようにしましょう。で、この辺でオーブンを180度に予熱しておくと、なおグッドでございます。
で、その次5番、ざっと入れた、ガッと入れた粉をサクサク混ぜていきますと、まあ、それはやりましたね。で、今ちょっ と、生地を少しこねております。もうこのくらいまとまってくれば手で扱えるので、手でやってみてもいいんですけれども、塊があって、で、周りにそのなんかこう粒々の細かい、なんかこう砕けたなんかこう、ね、砂みたいなのがあって、なんかこれを、ね、こうしっかりこう混ぜ合わせたいんですよね。チョコレートに溶け込んだ片栗粉っていうのは、割とこの柔らかくてその生地が混ざりやすいんですよ。けど、チョコレートが溶けた小麦粉、小麦粉の特性としては、やっぱりこうボロボロになってまとまりにくいんですよね。なので、その一塊になったやつとその、ね、あのバラバラになったやつをちゃんとこう混ぜ合わせて、少しこねたりとかして、生地の中のこの粉の割合というんですかね、なんかこれを均一に仕上げると良いかなと思います。あるところは小麦粉が多くて、あるところは片栗粉が多くてとか、そういうのはなしということです。で、なんか着々進んでますけれども、生地がうまく混ぜられましたら、人差し指の先っぽくらいの太さに、この形を作って、あんな感じでそのオーブンの天板に並べていきます。試作をしているときに、こうなんていうんですかね、ボール状のものとか、なんか作ってみたりとかしたんですけれども、なんかこのくらいの一口サイズが一番おいしく食べれる気がします。まあ、もしちょっと大きいのをチャレンジしてみたいよという方は全然やってみてもいいんですけれども、僕としては人差し指サイズをお勧めします。で、人差し指サイズでしたら180度で10分。もし大きいサイズを作るようでしたら、まあ、12分、3分とかそのぐらい焼いておくと良いかなと思います。またちょっとこう、ね、手をなんかこう加えて、ホワイトチョコでちょっと生地をまた別で作って、ブラックチョコレートを平べったく並べて、なんかこう白でね、なんかいろいろ絵を描いたりとか、顔を作ったりとかしても面白いと思いますし、もうちょっと凝ったことがしたよという方でしたら、こんな人差し指サイズの棒状じゃなくて、なんかハート型にしたりとか、なんかこうキャラクターの形にしたりとか、そんなのも全然ありだと思います。型抜き、クッキーとかを使う型、あれとかお持ちの方はね、普通に平べったくしてこうバコーンとやって、でそれでこうオーブンで焼いても面白いと思いますし、その辺のなんていうんですかアイディアは皆さんにお任せいたします。で、焼き上がったのですけれども、なんかすごい着々進んでるな。焼き上がったんですけれども、そのボウルの方にこうババッと上げて、冷蔵庫に入れて少し寝かせました。で、粗熱が取れたら、ココアパウダーをまぶして、今混ぜております。焼き上がったばっかりの生地って結構柔らかくて、その手にチョコがベタベタついたりとかするので、あんまり触らない方がベターです。そこそこ、粗熱が取れるまで放置した方が良いかなという感じです。今回ちょっと横着してボウルにガッと開けちゃいましたけど、天板のまま放置しても全然 OK です。で、僕は今回仕上げにココアパウダーをちょっと使ってみました。見た目がいいかなと思って入れたんですけれども、なんかこう、食べるときに手が汚れるという弊害が出るなと思って、なんかちょっとこれ微妙だなと思いながら包んでみております。まあ、皆さんそのままでもいいですし、ココアパウダーつけたい方はココアパウダー入れてもいいですし、アーモンドパウダーとかもまた面白いと思いますし、皆さんが思うように仕上げてみていただければという感じでしょうか。で、まあ、ほぼ終わりですね。ほぼ終わりです。今回は、ダイソーで買った 100g の板チョコを使ってやってるんですけれども、100g の板チョコで人差し指サイズでこう焼いてやっていくと、ちょうど10袋分、12枚できるみたいです。実は僕は3個ほどつまみ食いしてるんで、これ9袋しかないんですけれども、まあ、全部で10袋ぐらいのサイズ、量はできるかなという感じでしょうか。あ、動画が終わってしまった。そんな感じです。で、レシピの方にも書いてあるんですけれども、もしチョコレートが 100g 以外だった場合、単純にそのチョコレートに対して 80% の粉を混ぜられれば全然 OK なので、なんかそんな感じでその分量を調整していただければという感じでしょうか。チョコレートによってはやっぱガーナチョコとか確か 80g とかですし、ホワイトチョコになっちゃうと、ね、70g とか 65g とか、ものが少なくなってしまうので、その場合は粉の量を8割で、80% で計算して作っていただけるとすごく良いかなと思います。そんな感じ。で、まあ、形のこともそうなんですけども、やっぱ小麦粉とかね、その片栗粉の配分をいろいろこう変えたりとかして、3回、4回くらい実は試作をしているんですが、僕の中で、手間とかを鑑みるに、やっぱり人差し指サイズでね、一口サイズにまとめて、片栗粉と小麦粉を40、40、まあ、半々で焼いていくのが一番いいかなっていう感じに落ち着きました。まあ、その辺のアレンジは本当にもうお好きなので、皆さんが思いつくようにやってみていただければという感じでしょうか。とりあえず、まあ、言いたいことは全部言ったかな。うん。カルダモン、シナモンをプラス。ジンジャーパウダーとかもいいかもしれないですね。なんかそういうのをこう混ぜ込んでも面白いかもしれない。で、まあ、下の方にこ う, うっすら書いてあるんですけれども、2015年2月14日土曜日の、
JR 町田駅前にて何かが起きるかもみたいなことを書いてあるんですけれども、何かが起きるかもしれません。もし JR 町田駅周辺にお住まいの方はですね、ちょっとツイッターをチェックしていただけると嬉しいです。もしかしたら何も起こらないかもしれないんですけれども、何か起きるかもしれません。その際はツイッターを使って告知をさせていただきますので、JR 町田駅にアクセスしやすい場所に住んでいらっしゃる方は、ちょっとツイッターの方をチェックしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。2月14日土曜日、まあ、多分お昼過ぎから夕方にかけてだと思うんですけども、何かが起きるかもしれません。ので、何かが起きるかもしれません。起きないかもしれません。まあ、そんな感じです。他なんかあるかな、まあ、ないですね。ないです。なんか自分でご飯とか言っといてね、なんかそういうお菓子ばっか作ってて、すごくすみません。ちゃんとご飯も作れるように、レシピを考えたりとか、そのね、アイデアを出たりとかしてるんですけども、なんかこう、ついついお菓子を作った動画を、お菓子を作る動画を公開してしまうんですよね。ちょっと反省しております。まあ、そんな感じで、このレシピプリント通りで作っていただければ、誰でも簡単にすぐできると思いますので、ぜひチャレンジをしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。はは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 。